は、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、メトロポリタン美術館コレクションの続きです。はい、こちらは夏の山だそうです。はい、こちらはですね、白地に黒の、貯蔵するための壺だそうです。ネイティブアメリカンが作ったものだそうです。はい、こちらは神であるシバという神、シバ神のダンスをやっている様子です。これはインドの出土です。こちらはですね、いろいろと装飾のついた箱です。はい、これは朝鮮半島からの出土です。次、これは、サンバンダーという聖人の、子供の聖人の像です。インドの出土です。こちらは古い木の絵です。はい。はい。こちらはですね、物の入れ物です。はい。入れ物です。はい。はい。これはですね、指さすときに使う指抜きみたいなものです。はい。はい、これはですね、自己紹介をしている文章のようです。はい、これはマンダラですね。はい、ネパールからの出土です。はい、これは征服者の死を表したものと、あとはシバ神が載っている像です。バングラデッシュまたはインドからの出土です。これは、ビシュヌ神の立像です。これはダーガという女神の像が、バッファロー、悪魔のバッファローを刺しているところの像です。はい。これはブッダの像です。仏像です。はい。これはいろいろと文字が書かれているものであり、仏教関係のものです。すいません、そこまでしか分かりませんでした。はい。はい。こちらも仏像の一種ですね。はい。はい。チベットからの出土です。はい。はい。これは本ですね。ビザンチン、いわゆる東ヨーロッパ、東ローマ帝国の出土です。こちらはインドの出土でガネーシャという象の神です。はい。これは、あるノートルダム寺院。ノートルダム寺院はいろんなところにありますが、あるノートルダム寺院の、建物です。はい。はい。あと、これはですね、頭からかぶるような服を着た人の立像です。これは竹が描かれていますね。はい。
これはインドの僧侶の人物画です。はい、こちらはですね、ヤショーダという方と、その乳児の像です。これはネパールから出土されたビシュヌ神の像です。これはいろいろと文字が書かれているもののようですね。はい、はい、これは旅をしている様子を描いた壁絵です。はい、これはダマスカスという部屋です。これすいません、わかりません。はい、はい、こちらはフランスから出土された誰かと子供の像です。はい、でこれはですね、シャンゾンという皇帝が戦っている像です。これはダビデ王の頭です。これはキリストの十字架ですかね。はい、スペインからの出土です。鶴と雲が描かれた、梅を入れるボトルです。はい、これちょっとわからないですね。まあ箱のようにも見えますけれどもね。はい、ちょっとわかりません。はい、これは柱のような形とした王様の像です。フランスからの出土です。これはまあ絵ですね。はい、南オランダからのものです。これは、十字架です。これも十字架です。これはいろいろと文字が書かれたものです。これは分かりません。分かりませんが、水瓶のように見えます。はい。このあたりは12世紀のものですね。はい。このあたりすべて12世紀のものになります。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。